タイムが、日本夜おかみ西太平洋において、アメリカ・イギリス軍と戦闘状態にいる。ディセンバー1941、A date which will live in infamy。年、12月11日、3時25分、ウェイク島攻略部隊の軽巡、夕張、天竜、達バが、ウェイク島に対し、 砲撃を開始します続いて同部隊の駆逐艦6隻もウェーク島に接近し砲撃を開始しました。これに対しウェーク島に設置されていた5インチ砲6門は日本艦隊の砲撃開始から30分以上沈黙を続け4時00分日本艦隊を十分引きつけた後反撃を開始しました。4時03分ウェーク島砲台の5インチ砲弾を受けた駆逐艦ハヤテが 爆発合金します167名の乗員全員が犠牲となりましたさらに第211海兵戦闘飛行隊の F4F 戦闘機4機が上空から日本艦隊に対し機銃奏者と爆弾投下を行いました5時42分 F4F 戦闘機の100ポンド爆弾の直撃を受けた駆逐艦「キサラギが爆発・合金します 154名の乗員全員が犠牲となりました相次ぐ損害と悪天候のせいで、州廷への異常が困難なことなどを考慮し、ウェイク島攻略部隊は上陸延期を決定リオットへ退却しました同じく11日、早朝、チュンポンに上陸したウノ市隊主力がタイ・ビルマ国境のクラブリに向けて進撃を開始します。 クラブリには翌12日14時頃に到着その後はビルマ領内に入り南のビクトリアポイントを目指しましたまたこの日第3飛行団飛行第59戦隊の1式戦24機が根本ンントラッシュ飛行場からナコン飛行場に進出します翌日以降同じく第3飛行団の第27第75第90の各飛行第の各飛行隊の 軽爆襲撃機も根本ンントラッシュから築地ナコンに進出同飛行場から航空作戦を展開しました同じく11日午後第5師団捜索第5連隊を機関とする佐柄挺進隊がアーセン北方のイギリス軍陣地にスコールをついて攻撃をかけますこの陣地を守っていたのはフィッツパトリック中佐率いる 第14パンジャブ連隊第1大隊でした。戦車、装甲車を先頭にしたこの攻撃は完全な奇襲となり、佐柄挺進隊はわずか20分ほどでこの陣地を突破しました。第5師団、捜索第5連隊は、抜出を伴わない自動車編成の部隊であり、3個中隊のうち1個中隊に97式軽装甲車8両を装備していました。隊隊は、捜索第5連隊を機関として、 97式中戦車10両と、95式軽戦車2両を加えて編成されており、小規模ながら、気候部隊の実力を備えていました。サラオからアースン、さらにジットラに至る佐柄挺停進隊の快進撃は、集中使用された気候戦力の機動力と攻撃力がもたらしたものでした。20時50分、第17戦隊の不設艦五福島が ルソン島サマール島間のサンベルナルジノ海峡に嫌い不設を開始します21時36分までの46分間に救三式嫌い300個を不設12月14日にパラオに帰島しましたさらに21時00分第17戦隊の不設艦八重山もスリガオ海峡の保門本島リナガット島間に嫌い不設を開始します 八重山は21時25分までに九三式機雷133個を設12月13日にパラオに帰島しました第17戦隊の2隻の付設艦による機雷付設は木村死隊によるレガスピ上陸作戦の支援のために行われました12日2時45分陸軍第十六師団歩兵第十三連隊を機関とする木村死体が ルソン島レガスピに上陸を開始します上陸部隊は抵抗を受けず、9時00分には、同地の飛行場を占領しました。木村主体の上陸に続いて、海軍第11航空船隊の水上規母艦、千歳、ミズホもカタンドアネス島に進出、ド島ト南部に水上機基地を設置しました。第11航空船隊の水上機は、12月16日まで、この水上機基地から、 上陸作戦の支援に当たりました。3時50分、陸軍第5師団捜索第5連隊を基幹とする佐々木挺進隊がジットララインに対し夜襲を開始します。佐々木挺進隊は対戦車砲や重機関銃によるイギリス軍の反撃に苦戦しながらも5時頃には第一戦陣地の一部を占領、正午過ぎには第二戦陣地の一部を占領しました。 5時30分陸軍第48師団台湾歩兵第2連隊を帰還とする田中師隊が告げ殻を飛行場を占領します田中師隊は飛行場確保のために一個中隊を告げ柄をに残し主力はアパリに戻りましたまたこの日美岸に上陸した陸軍第48師団台湾歩兵第2連隊の一部を帰還とする 菅の,体の一部がラオアグ飛行場を占領しますしかし、田中、菅野両死体が占領した4つの飛行場は、告柄殻を除き、土質や飛行場規模の問題などから、大規模航空隊の運用に適さず、陸軍航空隊のルソン島進出は、当初の計画通りには進みませんでした。9時00分、ベトンの北北東約40キロの地点で、 日本陸軍安藤支隊と交戦中だったイギリス陸軍クローコル部隊がベトンに向けて退却を開始します安藤支隊は直ちにこれを追撃翌13日午前にはベトン北方十数キロの地点に構築されたイギリス軍の重心陣地を5キロにわたって一気に突破タイ最南端の町ベトンに迫りました13時00分 陸軍第18師団歩兵第56連隊第3大隊を機関とする匠師隊先遣隊がコタバルからダナメラへ向かいます先遣隊は翌13日3時00分にダナメラ飛行場を占領さらに南進してクワラくらいを目指しました17時30分頃佐伯停進隊の猛攻を受けたジットララインのイギリス軍が グルンに退却を開始します佐伯挺身隊はジットラの戦いで兵員581名中110名が死傷する大きな損害を受けこれ以降第5手段先方の座を他の部隊に譲りますしかしイギリス軍が日本軍の長期足止めを期待していたジットララインを気候戦力を中心としたごく少数の兵力で突破したった1日でイギリス軍を撤退に追い込んだことは これ以降のマレー半島での戦いを大きく日本軍有利に傾かせるものでした12月13日創業レガスピに上陸した陸軍第16師団歩兵第33連隊を機関とする木村師隊が長に向けて進撃を開始します木村師隊の任務は第16師団主力のラモン湾上陸作戦を側面から支援することでした 同じく十巡・熊野、鈴や、軽巡・ユラなどを主力とする英をボルネオ攻略部隊がカムランマンを出撃します。攻略部隊の任務は、10隻の輸送船に分乗した海軍陸戦隊、および陸軍第18師団歩兵第124連隊を機関とする川口支隊を、ボルネオ島ミリに上陸させることでした。 8時15分、陸軍第5師団及び匠み師隊の第2次上陸部隊を乗せた第2次マレー攻略戦団がカムランマンを出撃します合計38隻の輸送戦団は海軍マレー部隊の護衛を受けながらマレー半島の5つの上陸地点に向かいました敵水上戦力や航空機による攻撃はなく揚陸終了後に数隻の輸送船が潜水艦の攻撃を受けたものの 搭載する兵員、物資をほぼ計画通り揚陸することに成功しました11時00分陸軍第5師団歩兵第11連隊及び歩兵第41連隊の一部からなる川村師隊がアロルスターを占領します川村師隊はこの日未明ジットラで佐伯挺身隊を超越しておりこれ以降第5師団の進撃の先頭に立つことになります 12時30分、海軍、第六戦隊の従順、青葉、加古、古鷹、絹笠の4隻がトラックを出撃します。第六戦隊は、12月16日に目的地、ルウットに到着しました。第六戦隊の任務は、第二次ウェイク島攻略の支援でした。同じく12時30分、台湾の各飛行場を離陸した、 海軍第11航空艦隊の攻撃隊がルソン島中部上空に到達攻撃を開始します攻撃隊はクラーク飛行場を皮切りにデルカルメンザブランニルソンニコルスの各飛行場を次々と攻撃しましたこの攻撃によりアメリカ陸軍極東航空軍の戦力は P40 戦闘機22機 B17 爆撃機16機にまで低下 ルソン島上空の制空権はほぼ日本のものとなりました。マレー作戦では、海戦初日から占領地の飛行場に陸軍航空隊が進出し、揚陸支援や航空撃滅戦に活躍しましたが、ヒトウ作戦では、当初占領したバタン島やルソン北部の飛行場の多くがコンディション不良であり、陸軍航空隊の進出は遅れました。代わって活躍したのが、陸軍機より航続距離の長い 海軍第11航空艦隊の冷戦トリッコウでした。特に、短座戦闘機でありながら、台湾南部ルソン島中部間の約900キロを往復し、空中戦や地上銃撃をこなす冷戦の存在は重要であり、3度の空襲でアメリカ陸軍極東航空軍を壊滅に追い込むのに大きな役割を果たしました。冷戦の長大な航続力によって、飛ト作戦への空母投入が不要となり、真珠湾攻撃に。 6隻の空母を集中可能となったことを考えれば、海戦初期の海軍作戦の最重要戦力は冷戦だったと言っても過言ではないでしょう。また、この日、九龍半島の総統選を終えた陸軍第23軍が一度目の降伏勧告の軍師を香港島に派遣します。香港総督マーク・ヤングはこれを一周しますが、交渉時の会話の内容から、第23軍では、 イギリス軍の早期降伏について楽観論が支配的でした12月14日陸軍第23軍が香港島に向けて砲撃を開始します第23軍には九龍半島のジンドリンカーズライン攻略のため四五式二十四センチ榴弾砲八門八九式十五センチカノン十六門などの銃砲を装備する第一砲兵隊が配属されており 16日までの3日間、香港東北部の海岸要塞に向け、計2000発の砲弾を発射しました。15時00分、陸軍第5師団歩兵第42連隊を機関とする安藤師隊がベトンに到着します。安藤師隊は引き続き南下し、タイ・マレー国境を目指しました。20時20分 陸軍第55師団歩兵第143連隊を機関とする宇野地帯の主力がビルマのビクトリアポイントを占領します宇野地帯主力の一部は引き続き北方の野ウォーピアンを目指しました12月15日布官艦津軽が舞鶴第二特別陸戦隊イタヤ中隊309名を乗せてサイパンを出港します 目的地リョットには19日に到着しましたイタヤ中隊の任務は第二次ウェイク島攻略の増援でした同じく15日14時00分陸軍第5師団歩兵第42連隊を機関とする安藤ド師隊がタイマレー国境を突破しクロを占領します安藤ド師隊は引き続き南東約60キロのグリクを目指しました 21時00分、陸軍第5師団歩兵第11連隊及び歩兵第41連隊の一部を機関とする川村支隊がグルンのイギリス軍陣地を突破します川村支隊はグルン占領後スンゲイパタニを目指してさらに南下を続けました12月16日5時00分英領ボルネオ攻略部隊の海軍陸戦隊 および陸軍第18師団歩兵第124連隊を機関とする川口主体がボルネオ島のミリ、ルトン、セリアに上陸を開始します上陸部隊は8時00分までにミリ、ルトン、セリアの各油田施設を占領しました16時00分ダバオ攻略部隊の14隻の輸送船がパラオから出港を開始します ダバオ攻略部隊は陸軍第56師団歩兵第146連隊を機関とする坂口師隊及び第16師団歩兵第33連隊の一部を機関とする三浦師隊合計約5000名からなりましたダバオ攻略部隊は12月20日のダバオ上陸を予定していました16時22分南雲機動部隊から第2航空戦隊が分離 ウェイク島攻略支援に向かいます第二次ウェイク島攻略に先立ち、同等のアメリカ軍戦闘機部隊の撃滅が必要と考えた連合艦隊は、ハワイ作戦を終えて、太平洋を精神していたナグモ機動部隊に対し、ウェイク島への空母派遣を要請しました。機動部隊はこれに応じ、第二航空戦隊の空母、総流飛竜を主力とした6隻を、本体から分離、ウェイク島攻撃に向かわせました。 17時00分陸軍第5師団歩兵第41連隊などを機関とする川村支隊がスンゲイパタニ市街地に侵入を開始します川村支隊はスンゲイパタニ占領後直ちに南方のクリムを目指しましたまたこの日陸軍第18師団歩兵第56連隊を機関とする匠支隊も第25軍から クアンタンタ占領に関する命令を受領、死体の一部、約1個中隊がマレー半島東岸沿いにトレンガンに向けて進軍を開始しました12月17日8時15分、英領ボルネオ島攻略部隊の上陸支援に当たっていた徳型駆逐艦・シノ,ノメがセリア沖からルトンに向かった後、消息を絶ちます。 詳細は不明ですが、敵航空機の攻撃により撃沈されたと判断されました。ボルネオ島ミリは、南部仏印の海軍航空隊基地からは1000キロ以上の距離があり、上陸地点のエアカバーは極めて脆弱でした。シノ,ノメを撃沈した機体については諸説ありますが、ボルネオ島西部、新ンカ湾基地から飛来した、オランダ軍の飛行艇、ドルニエ24による可能性が指摘されています。 9時00分陸軍第14軍の主力を乗せた輸送船団が桐生から出港を開始します輸送船団は計76隻の輸送船からなり桐生から21隻マコウから28隻高オから27隻が出撃しました兵員約3万4000名を乗せた大輸送船団は22日にルソン島リンマエン湾への上陸を予定していました 13時00分。陸軍第16師団主力を乗せた輸送船団が奄美大島から出港を開始します24隻の輸送船団は12月24日上陸予定のラモン湾を目指し南下を続けました同じく13時00分空母龍城十巡妙高羽黒那智を主力とする南飛支援隊がパラオを出撃します 南飛支援隊の任務は前日パラオを出港したダバオ攻略戦団の支援でしたまた同じく17日アパリの田中支隊がビガンに向けて進軍を開始します田中支隊の任務はビガンの菅野支隊と合流後さらに南下して第48師団主力のリンガ円湾上陸作戦を側面から支援することでした またこの日第23軍が香港島のイギリス軍に2度目の降伏勧告の軍師を派遣しますしかし前回同様イギリス軍は降伏を拒否しましたこれを受けて第23軍は香港島への上陸作戦を開始します12月18日レガスピに上陸した陸軍 第16師団歩兵第33連隊を機関とする木村師隊が長尾占領します木村師隊はダギト方面へ引き続き進軍しました同じく18日海軍第11航空戦隊の水蒸気母艦千セがパラオを出撃します千セの任務はダバオ攻略船団の支援及び上陸後の水蒸気基地展開でした 18日午後、陸軍第5師団歩兵第42連隊を帰還とする安藤師隊がグリクを占領します安藤師隊はグリク占領後さらに南西の連盟を目指しました同じく18日午後小田原を16日に出発した陸軍第18師団歩兵第56連隊を帰還とする匠師隊の一部約1個中隊が トレンに到達しますさらに18時30分陸軍第5師団歩兵第11連隊などを機関とする川村支隊がクリムに侵入を開始同地を占領しますマレー半島の日本陸軍は1 1 0 0キロの道のりを1日平均2 0キロという快速で進撃しました快進撃の理由としてはマレー半島の道路事情が良かったこと 退却するイギリス軍から自動車やガソリンなどを大量に捕獲しそれを兵員輸送に使用したことなどが挙げられますしかし銀輪部隊と呼ばれた自転車の大量使用も忘れてはならないでしょう馬採を伴わない自動車編成の部隊であった第5手段においても自転車は歩兵の移動に多く用いられました例えば早期式走行車両は高い不正位置走行能力を持つ反面 橋のない地点で渡破作戦を行う際、航兵隊の大掛かりな支援を必要とします。自転車は、そうした地形では歩兵として起動できるため、河川が多く、イギリス軍が撤退時に橋梁を爆破することが多かったマレー半島では、機械化部隊よりも迅速な進撃をしばしば可能としたのです。21時45分。陸軍第23軍第が、 香港島に上陸を開始します第38師団歩兵第230連隊のノースポイントへの上陸を皮切りに歩兵第228連隊、229連隊が上陸。翌19日の夜明けまでに香港島北東部を確保しました。しかし、その後はロイヤルスコッツ連隊第2大隊が守るニコルソンさん、香港義勇軍が守るジャディネスさん、 カナダ・ウィニペグ敵団兵連隊第二大隊が守るバトラーさんなど複雑な地形と統治下軍を利用して抵抗するイギリス軍に前進を阻まれます12月19日従順足柄マヤケイジュン・ク熊を主力とする一トウ部隊主体がマコウを出撃します一トウ部隊主体の任務はルソン島北方海域に位置し 第48師団の輪郡湾上陸作戦を支援することでした同じく19日陸軍第55師団歩兵第143連隊を機関とする宇野主体の一部がビルマのボーキアンに進出同地の飛行場を占領しました同じく19日13時30分 陸軍第5師団歩兵第41連隊などを機関とする川村支隊の一部約1個大隊がブッテルワースに到着します同部隊は現地で終停を収集16時30分にはペナン島に上陸を開始同島を占領しましたイギリス軍の主力はすでに撤退しており日本軍がシンガポールに並ぶ西の要衝として警戒していたペナン島はあっけなく陥落しました 12月20日4時00分陸軍第56師団歩兵第146連隊を機関とする坂口師隊及び第16師団歩兵第33連隊の一部を機関とする三浦師隊がパラオに上陸を開始します上陸部隊は15時までにダバオの市街地と飛行場を占領しました戦前のダバオは朝の栽培が盛んでありそうした農園の経営などに関わる日本人が 約2万人在留ししていました開戦後、約半数の1万人の日本人が現地で監禁状態にあり、三浦市体はそれら在留邦人の救出に当たりました。さらに、同日午後には、第11航空船隊の水上規模艦千歳が、ダバオ湾内に水上機基地を展開、対地支援や上空警戒に当たりました。同じく20日 8時00分陸軍第18師団歩兵第56連隊第3大隊を機関とするクミ師隊先遣隊がクワラクワイ市街地を占領しますクワラクワイにはイギリス軍の自動車とガソリン缶が大量に遺棄されておりクミ師隊先遣隊は捕獲した自動車を利用してトレンガンに転身本隊に合流しますトレンガンには12月22日に到着しました 13時00分陸軍第48師団台湾歩兵第2連隊を機関とする田中師隊が美南に到着第48師団台湾歩兵第2連隊の一部を機関とする菅野師隊と合流します田中師隊は菅野師隊を指揮下に収めサンフェルナンドを目指して南下を開始しましたまたこの日の夜までに陸軍第23軍は 香港島中央部の地形的要衝バトラーさん、ジャディネスさん、ニコレソンさんをイギリス軍から奪取します。これら地形的要衝の統治下軍は攻撃する日本兵に多大な損害を与えたものの19日から20日にかけて激戦の末日本軍の手に落ちました。香港島中央部の拠点を失ったイギリス軍は西部の小地帯南部の香港ホテル、南東部の石中半島に後退し依然として 激しく抵抗を続けました12月21日4時00分ウェイク島の西300海里に接近した第2航空戦隊の空母蒼龍、飛竜から攻撃隊が発進します冷戦18機救急式艦爆29機97式艦航2機からなる攻撃隊はウェイク島の地上施設を銃爆撃しました 敵戦闘機との交戦はありませんでしたさらに4時30分第2次ウェイク島攻略部隊がクエザリン艦章のルオットを出撃します攻略部隊には第6戦隊の従順4隻が新たに加わり上陸作戦を行う海軍陸戦隊も2個中隊から3個中隊に増強されていましたさらに5時30分 第24航空戦隊の96式立候27機がルオット飛行場を離陸します。攻撃隊は10時22分にウェイク島を爆撃、15時過ぎにルオットに帰還しました。13時00分、陸軍第5師団歩兵第42連隊を帰還とするアンドウ死隊がレンゴンのイギリス軍陣地に攻撃を開始します。安藤氏隊は、 15時までに陣地を突破、レンンを占領しました。安藤ドウ死体は、さらにクワラカンサル方面に向かいました。同じく21日夜、陸軍第48師団、台湾歩兵第2連隊を機関とする田中死体が、ノのンで、フィリピン第11師団、約4000メートル交戦。これを撃破します。田中体は、 サンフェルナンドを目指して南下を続けましたまたこの日陸軍第十六師団歩兵第三十三連隊を旗艦とする木村師隊がダニトに進出します木村師隊は第十六師団主力が上陸するラモン湾ンに向けさらに精神を続けました十二月二十二日五時十七分 陸軍第14軍主力がリンガエン湾ンに上陸を開始します上陸は4か所から行われ悪天候と米軍の水際陣地に苦しみながらも京都府を確保ルソン島中部侵攻への足がかりを築きました7時30分陸軍第48師団台湾歩兵第2連隊を機関とする田中師隊がサンフェルナンドに進出します リンガ円湾沿岸で第14軍主力と交戦していたフィリピン第11師団および第71師団は田中主体のサンフェルナンド進出により側面と後方を脅かされる危険が生じたため南東への退却を余儀なくされました9時00分第2航空戦隊の空母ソウリュヒリュから冷戦6機97式艦航33機からなる攻撃隊が発艦。 ウェイク島を攻撃します攻撃隊は第211海兵戦闘飛行隊の F4F 戦闘機2機の反撃を受け、97式韓国2機が撃墜されますが、護衛の冷戦により F4F 戦闘機も撃墜されました。これにより、ウェーク島のアメリカ軍戦闘機隊は全滅しました。11時00分、サンフェルナンドの南で南下する田中死体の石膏と、 上陸した第14軍主力のがが対面両部隊が連絡します第14軍主力上陸地点北側の安全を確保した田中死隊はさらに南下を続けました15時00分英領ボルネオ攻略部隊の6隻の輸送船がミリを出撃します6隻の輸送船には陸軍第18師団歩兵第二十四連隊を機関とする 川口対の一部が分譲しており、英領ボルネオ島・口チンへ上陸作戦を行う予定でした。19時30りんがえマンに上陸した陸軍第48師団主力がロザリオを占領します。上陸した第14軍主力は、22日のうちに上陸地点をほぼ掌握し、逐次、南への進撃態勢に入りました。 またこの日第23軍が激戦の末香港ホテルをダッシュします香港ホテルの攻略により香港島のイギリス軍は西部小内隊と南東部の赤中半島に完全に分断されました赤中半島の抵抗は激しいものでしたが西部小内隊では日本軍が次第に占領地域を拡大していきました12月23日 0時30分海軍第2次ウェイク島攻略部隊がウェイク島に上陸を開始します海軍航空隊による度び重なる空襲にもかかわらずウェイク島の砲台と機銃座は健在であり上陸した海軍陸戦隊は三個中隊のうち内田・高の両隊長が戦死板や中隊長も銃弾を受けて負傷するなど大きな損害を受けます戦況を好転させたのは 内田中隊第三小隊でした第三小隊は、ウェーク島本島、飛行場東側を北進。6時30分、ウェーク島守備隊指機官ウィンフィールド・カニンガム海軍中佐を捕虜とし、白旗を掲げて、各戦線に降伏を呼びかけさせました。この結果、8時前には、島内のアメリカ軍はほぼ抵抗をやめ、10時頃、日本軍が全島を占領しました。 上陸した海軍陸戦隊970名のうち死傷者は270名を超えました総じて順調だった海戦初島の各作戦の中でウェイク島攻略作戦は日本側の苦戦が目立つ戦いとなりました7時00分陸軍第18師団歩兵第56連隊を機関とする匠師隊がトレンアンから南下を開始します匠師隊は 15時00分にはパカを占領さらに翌24日午後にはケマシックを占領25日正午前にはケママンを占領さらにクアンタンへと迫りました第25軍は当初クアンタンに第18師団の一部を上陸させる計画でしたが匠師隊の急速な進撃によりクアンタン上陸作戦は不要となりました8時00分 陸軍第5師団歩兵第11連隊などを機関とする川村師隊がタイピンに侵入を開始23日中に同地を占領しますさらに18時00分陸軍第5師団歩兵第42連隊を機関とする安藤師隊の先遣隊がクアラカンサルを占領しました22時40分 沖5海里の海上を上陸地点に向けて航行していた英領ボルネオ島攻略船団が敵潜水艦の攻撃を受けます6隻の輸送船のうち川口支隊長の乗船する輸送船カトリマルが最初に飛来し続いて日吉丸も飛来両船とも爆発炎上の後沈没しましたさらに23時15分北海丸第3都南丸も 相次いで雷撃を受けます第3と南丸は航行可能でしたが北海丸は沈没を防ぐために浅瀬に乗り上げ格座しました船団に大きな損害を与えたこの一連の攻撃はオランダ潜水艦 K16 により行われました12月24日1時30分陸軍第16師団主力が ラモン,マンから上陸を開始します上陸は3箇所から行われ、米軍の反撃はあったものの、すべての地点で共闘歩が確保されました。上陸した部隊は、後続部隊の到着を待つことなく、直ちに内陸部への進撃態勢に移りました。5時30分、英領ボルネオ攻略部隊の川口死隊が、クチンに上陸を開始します。攻略部隊は オランダ潜水艦 K16 の雷撃により、数百名の死傷者を出したものの、損傷を免れた輸送船から終点に移乗し、上陸を決行しました。上陸部隊はイギリス軍と戦闘を交えた後、昼過ぎにはクチン市街地を占領しました。8時00分、ラモン湾に上陸した陸軍第16師団の一部がマウバンに突入します。同部隊は 退却する米軍を追撃して引き続き西へと進軍しましたさらに11時00分第16師団主力がアチモナンを占領します第16師団主力も同地を占領後タヤバス山系を越え西への進撃を開始しました12時00分陸軍第48師団台湾歩兵第2連隊を機関とする 田中支隊ナナはビナロナン占領後さらに南下してウルダネタに向かいましたこのように第14軍主力のリンガエン湾上陸と第16師団のラモン湾上陸によりルソン島の南北から首都マニラを攻撃する体制が確立されましたこれに対し24日正午ごろアメリカ極東陸軍司令官ガグラス・マッカーサー中将は ルソン島のアメリカ陸軍全軍に対し、バターン半島への撤退を呼びかけます。ルソン島各地に分散配備され、上陸した第14軍に確固撃破されていたアメリカ・フィリピン軍は、要塞化されたバターン半島に集結するため、移動を開始しました。20時45分、口動きで紹介行動中だった英領ボルネオ島攻略船団の特型駆逐艦、サギリが、来撃を受けます。 右辺後方から発射された魚雷は、サギリの後部に命中。搭載魚雷の誘爆を引き起こし、同艦は21時00分に沈没しました。240名の乗員中、121名が犠牲となりました。サギリを撃沈したのは、オランダ潜水艦 K16 でした。クチン攻略戦団に大きな損害を与えた K16 ですが、翌25日、 置きで E-166 によって撃沈されますまたこの日ウェイク島攻略支援の第2航空戦隊を除く南雲機動部隊の空母4隻が呉に帰還します機動部隊は23日午前豊後水道に入りこの日の夜は広島湾に停泊します翌24日昼頃には広島湾を出港夕刻に呉に入港しました 対戦初頭の前作戦中、最もハイリスクと言われたハワイ作戦は、感染の損失は一隻もなく、無事終了しました。第14軍のレソン島上陸作戦の成功、マレー作戦の順調な進行、ウェーク島攻略作戦の終了などを受け、連合艦隊は、第1弾第1機の兵力部署を終了し、第1弾第2機兵力部署への移行を決定します。この決定は、 25日に予令が出され、26日には、連合艦隊司令長官山本磯六大将より正式に発令されました。これにより、海軍は、42年1月から実施予定の、来院作戦を睨んだ次の体制へと移行していきます。海戦以来の海軍の兵力移動は、一つの大きな区切りを迎えました。最後に、各作戦のその後を簡単に説明して、この動画を終わりたいと思います。 まず、香港攻略作戦です。12月25日17時50分、香港島西部のイギリス軍陣地に白旗が掲げられ、イギリス軍が降伏します。降伏交渉はペニンシュラホテルで行われ、香港総督マーク・ヤングと香港駐屯軍総司令官クリストファー・マルトビーが降伏文書に調印しました。香港攻略作戦における日本軍の死傷者は約2700名。イギリス軍は、 約 4, 名の死傷者を出し約1万1000名が捕虜となりましたイギリスの植民地が他国の攻撃軍に降伏するのはイギリス史上初の出来事でした続いてマレー作戦ですマレー作戦の全期間を通し日本軍は快速でマレー半島を南下し続けましたこのため退却するイギリス軍は 十分な防御陣地を構築する時間がないまま、退却先でさらなる日本軍の攻撃を受け、再度退却を繰り返す悪循環に陥り、42年1月31日には、全部隊がシンガポール島に撤退しました。シンガポール島に対する攻撃は、2月8日に開始され、2月15日午後、イギリス極東軍マレー司令部司令官パーシバル陸軍中将は降伏します。 日本軍の死傷者は約9700名イギリス軍の死傷者は約1万3000名捕虜は約13万名に及びましたシンガポールにおける降伏はイギリス史上最大の降伏となりました最後にルソン島作戦ですルソン島に上陸した第14軍はバターン半島に退却するアメリカ・フィリピン軍の攻撃よりも マニラ攻略を優先しました。その結果、第14軍主力のリンガエン湾上陸から11日後の1月2日マニラは陥落します。日本側はここで判断ミスをしました。陸軍は4。2年1月初め、再生への第48師団をライン作戦のためにルソン島から引き抜き、また第5飛行集団の各飛行戦隊もビルマ団員へ転用することを決定します。 日本側はバターン半島のアメリカ・フィリピン軍を4万人程度の敗山兵と推定していましたが、実際には約12万の兵士が堅固な重心陣地を防衛していました。第14軍は第16師団歩兵第9連隊及び第2次上陸部隊としてルソン島に上陸した第65旅団をもって1月9日からバターン半島に攻撃を開始します。しかし攻撃は難航し 第16師団、歩兵第20連隊などを追加投入したにもかかわらず、攻略は進みませんでした。増加する損害を有慮した第14軍は、攻撃開始から約1ヶ月後の2月8日、攻撃停止を決定します。第14軍は、約2ヶ月の準備期間を空け、中国戦線から第4師団、香港攻略を終えた第1歩兵隊などを戦力に加え、4月3日から総攻撃を再開します。 この攻撃は順調に進み、4月9日、バターン半島総司令官エドワード・キング少将は降伏します。マニラ湾のコレヒドール要塞に対する砲撃は、4月14日に開始されました。約3週間の砲撃の後、5月5日に上陸を開始。アメリカ極東陸軍司令官ダグラス・マッカーサー中将は、3月11日にコレヒドール島をすでに脱出しており、後任のウェンライト中将が、 5月6日日本に降伏しますウェンライト中将の降伏指令は、フィリピン全土のアメリカ・フィリピン軍に対して行われ、6月初めまでに全部隊が降伏しました。ヒト作戦全体での日本軍の死傷者は約1万1000名、アメリカ・フィリピン軍は死傷者約4万6000名、捕虜は約10万名を数えました。 事前の計画では、1ヶ月半で終了予定だったルソン島攻略は約5ヶ月に及び、コレヒドール要塞陥落時には、42年1月に開始されたライン作戦はすでに終了していました。ヒトウ作戦を指揮した第14軍司令官、本間正春中将は、42年8月に予備役に編入されており、これはバターン攻略時の不手際が理由とされています。